さあ始まりました赤ペン滝屋の海外ドラマ添削ウォーキングデッドシーズン8前半戦見どころ編でございます。どうも皆さんこんにちは、私映画コメンテーターの赤ペン滝川でございます。いやついに始まりますよシーズン8ね。皆さんもう地獄のシーズン7でしたからね。いろんな人の裏切りと、まあ、そして結束ね、そして悲しい別れを乗り越えてついにニーガンと愉快な仲間たちの全面戦争に突入でございます。そんなシーズン8前半戦、やっぱりねウォーキングデッドファンとしてはねリック軍の完全勝利、これを期待してるわけですよ。シーズン8ね開始早々住民たちを集めて開戦宣言ですよ。そしてね点在する救世主の基地を同時攻撃していこうと、こうなってくるとねもうレギュラー陣の頼もしさやっぱあるんですよ。どうしてもね圧勝を期待してしまうわけですね。でねアレクサンドリアの住人も訓練を経てもうすっかり戦士の顔になってますから、こいつらのバトルスキルを存分に発揮すればこれは勝てるぞと、いけと思ってるわけですよ。今頃あいつは震えてるざまあみろとやっぱ思ってるわけなんですよ。ただちょっと心配なのはね王様のテンションがね若干心配なんですよね。やっぱりどうもね初めての戦争ってことね、ちょっと勇み足になってるところあるんですよ。仲間のキャロルも若干引き気味ですからねという若干の不安を残しつつも、まあ、最終決戦が始まってしまうわけでございます。まあ、皆さんご存知の通りタイトルはウォーキングデッドですけれども、もう完全に戦争ものでございます。もうウォーカーはね倒すべき相手ではなくて敵を追い詰めるためのもう兵器になり下がってるわけですよ。でもやっぱりね始まってみるとリック軍のすごい勢いにニーガン軍は押され気味で、あっという間に完全包囲するわけですよ。リックは思ったと思うよ、久しぶりの優位だなぁと、シーズン7きつかったなと、久しぶりに俺優位になってると思ってるんですよ。でね戦いを続けて勝利を重ねて生き残ってる人間が気がついてしまった、あれとウォーカーじゃなくて俺たち人間を殺しすぎてねえかと、お気づきですか、ものすごいことに気づいてしまうんですね。まあ薄々と気がついてた人はいるんだけれども、ニーガン軍団は片っ端から皆殺し派の皆さんと捕虜として受け入れてもいいんじゃないか派のこの2派に分かれてしまう。で軍団内に温度差が発生してしまうんですよ。でねこの温度の違いによって仲間内との喧嘩がもう勃発してしまうんですよ。まさかその2人が喧嘩するっていうね、もう小さいいざこざがねいっぱい起きちゃうんですよ。でねイケイケ皆殺し派の皆様はなんとか戦いを早く終わらせるために暴走を始めてしまうわけなんですよ。勝利は目前と思われたリックたちに新たな試練が襲いかかることになってしまいます。さあ果たして犠牲者をこれ以上出すことなく戦いを終えることはできるんでしょうか。そして前半戦最後第8話のラストシーンでまたしても衝撃の展開が待ってます。ウォーキングデッドシーズン8前半戦ぜひお楽しみに。そして後半戦はですね2018年の2月26日配信開始となりますので、ぜひ皆さん DTV でお楽しみください。Listen, all of you have a chance to survive, but those who use and take and kill, we end them! This journey will not end in retreat. The future is ours! The world is ours! This is the only way. Walking Dead Season 8, 月曜夜10時。